野球キューバ代表、野球キューバ代表、野球キューバ代表、セレックス4オンでベースボールでキューバは、キューバにおける野球のナショナルチームである。赤いユニフォームが特徴で、赤い稲妻、赤い軍団とも表現される。セリエナシオナルでベースボールと、そのファーム組織所属の選手から選抜され、トップの A 代表、27歳以下の、ユニバーシアードクラスの大会に出場する B 代表。 それ以外の小さな大会に出場する新代表、結成されない年もあるに振り分けられるのが通常である。夏季オリンピックで野球が正式種目となったの、バルセロナオリンピック以降の5大会で3度の金メダル、バルセロナオリンピック、アトランタオリンピック、アテネオリンピックと2度の銀メダル、シドニーオリンピック、北京オリンピックを獲得している。その他、 インターコンチネンタルカップで17大会中優勝11回、ワールドカップで39大会中優勝25回、と、実績では他国を圧倒していた。このことから、アマチュア最強チームとの呼び声も高かった。MLB 選手が多数参加し、に行われた第1回 WBC でも、決勝戦では、日本代表に敗れたものの、ドミニカ共和国代表をはじめとする MLB の、 オールスター級を揃えた各国代表に勝利し、準優勝となった。の、ワールドカップで3位となって、以来、主要な国際大会で常に決勝戦に進出し、優勝、または準優勝になっていた。の第2回 WBC で二次予選で日本と2度、戦って2回とも、完封負けで敗退。十八年ぶりに、主要な国際大会での決勝進出を逃し、 ベスト4入りを逃した。11月には、チャイニーズ台北代表と、中華職業棒玉大連盟選抜とサンダーシリーズ、日本代表と、侍ジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表と立て続けに、国際親善見が行われた。2月21日に、台湾で、韓国の NC ダイノスと親善試合を行う、予定だったが、 使用球をめぐって意見が合致せず当日試合開始15分から20分前に急遽中止となった。3月に第3回 WBC に出場するも、オランダと2度戦って2回とも敗退し、2大会連続でベスト4入りを逃した。1月にはオランダ代表と強化試合を行う予定だったが、雨天中止となった。3月22日にタンパベイレーズとハバナで、 親善試合を開催した。その後、監督をロヘル・マチャドに交代され、6月には北米遠征を行い、カナディアン・アメリカン・リーグに参戦した。7月には同時期に北米遠征を行っていた四国アイランドリーグプラの選抜チームと親善試合が行われた。2017年の第4回 WBC はグランマのカルロス・マルティが監督をすることになったが、 全大会と同じく2次ラウンドで敗退した。パワフルかつ柔軟な打撃と、堅実な守備、走塁を持ち味としている。しかし、もっぱら長打というわけではなく、バントや盗塁などの小技や選球眼も優れている。投手陣も高水準だが、野手ほどの評価を受けていない。また、近年投手を中心に高齢化が際立つ。野球の国際大会に、 プロ選手の参加が認められてからも、各国は、プロリーグの日程を優先したり、主力選手の離脱に難色を示す、プロ球団の移行などもあり、代表チームで最高の選手を揃えることは難しい。しかし、キューバ球界は、例外で、国際大会での勝利を最優先し、国内リーグの日程を国際大会参加に支障が、ないように組んでいる。 キューバ国内リーグは2段階に分けられている。第1段階は、セリエナシオナルデベースボールと呼ばれるもので、11月から翌年4月まで全16球団で戦うリーグ戦である。これが終わると、日本などのプロ野球リーグに派遣される選手などは除き、第2段階のスーペルリーガに移る。スーペルリーガは2002年から始まったもので、セリエナシオナルで優秀な成績を残した選手のみが、 招集され、5球団に分けられて28試合を戦う。毎年5月から7月にかけて開催され、ここで優秀な成績を上げた選手が代表候補となる。その後各国代表などと強化試合を行い、日本などのプロ野球リーグに派遣される選手を含めて、最終的な代表が決定する。大学代表チームも週1回大学に通っていれば、学生とみなされるため、 ほぼ毎日練習付けの選手かつ代表クラスの選手を派遣することができる。他国へ亡命した選手は代表には招集されない。また、ケンドリス・モラレスのように亡命の意思があるとみなされただけで代表チームから追放されるケースもある。モラレスはその点で亡命の意思はなかったが追放されたのを機に亡命に至っている。代表を引退した選手は オマール・リナレスのように他国でプロ選手になることが認められる例があったものの、方針により巨額年報での契約はできなかった。しかし、フレデリク・セペダなど現役キューバ代表選手が巨額年報でプロ選手になるなど、アメリカ以外でプロ選手になることが解禁されることになった。この背景には、月収2000円程度と言われているキューバ代表の主力選手、 亡命が頻発していることや日本などの野球シーズンがキューバの野球シーズンオフであることが大きな理由である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。